国鉄ワム8万軽貨車。ワム8万型は日本国有鉄道。国鉄は1960年昭和35年から製造、使用した15トン積みに軸有害貨車である。国鉄貨車の標準型として1981年昭和56年までの21年間で実に26,605両が量産された。製造所は日本車両製造、 川崎車両、川崎重工業、汽車製造東京支店、日立製作所、輸送機工業、富士車両、何は工機、三菱重工業、京産工業、舞鶴重工業、鉄道車両工業、若松車両である。かつては、全国各地で見ることのできた滑車で、ワムハチの愛称で知られる。1959年、昭和34年。 塩止め木梅台機関において、コンテナ輸送が始まった。一方で、それまで主流であった、シャーツ会特に有害者の二役作業の近代化を図る必要が出てきた。このためパレットを使用し、フォークリフトで二役をすることによる効率化が検討され、初代ワム8万系、後の初代ワム8万9000系が誕生した。本形式は、その改良量産型である。 車体色は飛び色2号、明るい茶色。最大積載荷重は15トンであるが、これはパレットの重量を含んだものである。本形式の試作車にあたる初代ワーム8万型は、容積が過小で15トンを積載することができなかったため、本形式では容積を大きくして、同荷重の他形式と比べ車体長が増加している。また、初代ワーム8万系同様、 二役の利便を図るため側面は、総開き式として4枚の引き戸とされ、どの場所でも開口させて二役を行うことができる。積載可能なパレット数は、初代ワム8万型より2枚、多い14枚である。走り装置は2段リンク式で、最高運転速度は時速 75km、車軸は12トン長軸で、軸受けは平ら軸受けである。 表記トン数15トンのパレット2役用有害者であることから、車番表記の前に、パ、後年、歯に変更の小文字が入れられたため、ワムと区別される。パレット輸送の利点を生かしある時に大口輸送に使用されたため、1984年、昭和59年2月のダイヤ改正で、ヤード集結系輸送が廃止された後も、静止業者による紙の輸送用に生き残った。 1987年、昭和62年の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道、JR 貨物のほか、九州旅客鉄道、JR 九州を除く、旅客鉄道会社にも少数が事業用として、引き継がれた。JR 貨物に引き継がれたものの一部は、軸受けを、コロ軸受けにする、改造、38万番台や、静止減量用の木材チップバラ積み用、 48万番台へと改造されたが、輸送自体の廃止やコンテナ車への切り替えにより消滅した。廃車となった車両の一部は使い勝手の良さから数多くが一般に払い下げられた上で倉庫や店舗などに再利用された。今でも全国各地でその姿を見ることができる淡路島など鉄道がない地域にある。また、廃車隊が駅舎として転用された例もあるが、 すでに建て替えられたところもある、香取駅、伊勢柏崎駅など、汎用車をベースに物資別適合輸送のために積載する物資に適合するよう構造を改めたグループで、申請、または汎用車の改造により制作された。番号は汎用車との区別のため58万番台に定められた。これらは、シャーツ界貨物の衰退と共に廃車され、 ビール輸送用のものが少数引き継がれた以外は JR に引き継がれたものはなかったが1998年平成10年には新たな物資別適合車として48万番台が改造製作された国鉄の貨車はその時代時代において私鉄の貨車にも大きな影響を与えている本形式と同型の貨車は私鉄にも導入されたが 私鉄の貨物輸送の体調と時を同じくしていたこともあり、申請導入は2社11両、廃車後払い下げも2社22両に止まっている。これらのほか、長子電気鉄道に譲渡された1両が、トロッコ客車に改造されている。その他、島原鉄道に国鉄、または JR から譲渡を受けたワム8万1という車両が存在した、鉄道車両としては入籍せず、 携帯的には、走行安定対策車で黒色に塗装され、縦書きで大きく、救援車と書かれている。南島原の車両基地によ80001とともに、工事用車両として留置されていた。2万6000両以上が製造された本形式であるが、1984年2月のダイヤ改正で、ヤード集結輸送が原則廃止されたため大量の余剰車が発生した。余剰車は、 他の不要車両とともに創車場跡地に留置され、うち相当数が車軸を撤去して民間に売却され、各地で倉庫等に利用されることとなった。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化時には、日本貨物鉄道、JR 貨物及び旅客5社に6632両が承継された。これは、 本形式総製作数の4分の1弱である。内訳は、北海道旅客鉄道、JR 北海道6両、東日本旅客鉄道、JR 東日本13両、東海旅客鉄道、JR 東海8両、西日本旅客鉄道、JR 西日本19両、四国旅客鉄道、JR 四国1両、JR 貨物6588両である。 走行安定性対策者、28万番台が、承継者の多数を占め、ごく少数の二次量産車及びビール、輸送用物資別適合者が含まれていた。旅客鉄道会社のものは配給者や救援者代用、等の事業用、JR 貨物のものは営業用であるが、一部は、車両所の配給用である。配給者代用のものは、国鉄時代から車体に白帯を巻いて区別されているが、 広島車両所のものは、緑色一式に、サプライラインのロゴを表記した塗装に変更された。また、民営化初期の JR 貨物所有者では、JR 貨物のコーポレートカラーである、コンテナブルーに、パワー全開、JR 貨物等のキャッチコピーを書いた車両も存在した。JR 貨物での用途は、ロール紙を主体とする、紙製品を輸送する専用貨物列車が主体であった。 各地の製紙工場から大都市近傍の消費地に向けた多数の列車が設定されていたが、最高速度の制約並びに本形式の老朽化に伴うコンテナ輸送への置換や輸送需要自体の消滅によって運用は全時減少し、2012年3月17日のダイヤ改正で全車運用を終了した。 2010年4月1日現在の在籍数は JR 北海道1両、WAM28 万1395、JR 東日本1両、WAM28 万7336、JR 貨物401両で JR 発足時の10分の1以下となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。